いやどうもこん今日はね、あの、Lightroom、これバージョンいくつだろう後で調べて書いてもね。LightroomCC クラシックで2021年の今、2月2 7何日現在なんですけど、あのね、知らない機能があったのを知ったので、この感動をみんなと分かち合いたい。<laughs> えっと、何の機能かというと、ちょっと待って、今すごい頑張ってる、ライトルームが。何の機能かというと、えー、現像モードに入るよ。で、 これねロー像しちゃってるやつだから一ね素の状態に戻ろうその状態コントロールシフト R でオリジナルに戻りますでいつもねマイクロフォーサーズで撮ったやつは2対3にしたいか2対3にしたでここもアれを切るぐらいシャープに写ってますけども皆さんまあ老眼像普通にやっていくじゃないですか、まあ、順序は好きにやればいいんだけど例えばねホワイトバランス合わせてどうだろうこの時結構赤い感じだったっけな なもんかな結局オリジナルと同じでいいやオートホワイトバランス優秀ですね。DCG99 で撮った写真でまあとりあえず老現像をやっていく中で例えばここのシャドウの部分もちょっとなんか明るかったらいいなとかいろいろ老現像してる時にあるあるじゃないですかその明るいところと暗いところとそれぞれセパレートしてやりたいなっていうのがあって。 CC クラシック最近今のメジャーアップデート今メジャーアップデートされて今のバージョンになった時にカラーグレーディングっていう名前に変わったのかな前は明暗別色補正だったけどカラーグレーディングっていうのが搭載されて一応色と例えばシャドウにもっとあなんか青くシャドウを青くしてフィルムっぽい感じにしたいなってこれシャドウじゃない <laughs> ちょっとシャドウじゃないのこれシャドウだね シャドウっつっても随分上まで来たね明るいとこまで来たんでまあとにかく一遍やってみようシャドウに例えば青いどんなのがいいかな緑よりを入れてかっちょいい感じにしたいなここで色の濃さを変えられてでこれこうなんていうの色相感になってるからぐるっとね回すことができてこれで色決めるわけよね色色三つの色の指標っの色相をね決めることができてでここに木戸ってあって 何て言うんだろうガンマ的な利き方するんだけど上げると露光量が上がるんじゃなくてシャドウが浮いちゃうだけだからねちょっと使いづらいとは思うんだけどまあまあまあねこれ使う人もいるし映像のののビデデオ業界のグレーディングをそのままぶち込んでできた感じですよねであともう一個はそのバランスどっちだっけどっちかこれあんま使ってないからあれなんだけどブレンドとバランスで。 ここれがこうなのか、えー、バランスでおそらくこの全体の明るさのうちのどこからシャドウとして認定して聞き始めますかっていうのを決めてるはずなのねこれ今右上のヒストグルム見ると青い山がこうトトロに出てくる黒いあれみたいなのがボド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 って、ね、左にすればするほど、えー、青がかぶってくるんでこ,ここで設定した青が。 上の方までたぶよね多多分多分ねこれねすごい気になる人調べてね今日の話題ここじゃないからまあ適当な感じでごめんやっちゃうけどでも右の方にすればするほど暗くなってこう青い山が右にモタモタモって動いていくっていうことは車道にだけかかるってことはね領域がそういうふうに指定されるっていうことだと思うんですけどまあそうだねどう見てもねどう見てもそうだね。 ということもできるし、まあ、ブレンドでね多少こういじくることもできるんですけどブレンドが何なのかはよく分かんないまあアドビのサイト見ろって話だけどね今日はここじゃなくてこれオフでいいよオフにしといて最初の状態に戻りました今日はこっちなのこの,あのカーテン状に色とかの補正をするやつこれ何ていう名前だっけ段階フィルターか段階フィルターが話題で えとね、使い方ちょっと特殊で段階フィルターをいきなり全体にかけちゃうの今何もしてない状態で画面の左始めでいってシフトを押しながら左クリックしてグイってやるとこれあの画面全体にかかってるのねまあ要は画面全体にかけりゃ何でもいいんだけど画面全体にこれ初期設定で偶然露光量プラス0.5になってたから初期設定でちょっと明るくなっちゃっただけね。 で今画面全体にこの段階フィルターがかかった状態なんですよ。かかった状態で今日何をするかっていうと例えばシャドウが暗いからシャドウをとりあえず明るくしたいなっていう時に、えー、ガーンと明るくするとこれライトルームが認識するシャドウの部分ざっくり言うけどシャドウの部分に全部そのまま効いてるのね今画面全体にフィルターかけてるから。 でそれだとちょっとシャドウを明るくしたいのは確かなんだけどものすごく暗いところだけシャドウを明るくしたいななんていうことを思った時にはこれ範囲マスクっていうのがあって俺知らなかったんだ範囲マスクの中の「輝度」ってまあカラーでもいいんだけど輝度を選択するとここに範囲指定できるさっきの,あの何カラーグレーディングの中で。 バランスブレンドどっちバランスの方と同じようにこれもっと細かくできるねどこの明るさに対して自分が今ここの上でやってるあ変なのした上でやってる補正を効かせたいかっていうのが自分でこれ指定できるの,あのフォトショッでいうブレンドと同じだよね下にしたレイヤー上にしたレイヤーのあれのブレンドのあれと同じようブレンドっていうかなんかあったよねあのあ名前忘れた。 気になる人は調べてねでしかも便利なのがここに軌道マスクを表示っていうのがあって入って押すとどこにどこにこの段階フィルターの効果をかけるかっていうのを今こうやって見せてくれるのよ。だからシャドウの中でもこれが一番左端に寄せた限界なんだけど5%のところまでの明るさのところに作用を及ぼしますっていうふうにやっててでこれ滑らかさね。滑らかにするととふわっと 領域をまたいで、ね、いくし滑らかさを減らしていけばもうガチガチに0から5%のところにだけ効いてくれるっていう風になるわけよ。でこれもちろんこのままスライドできるから自分が狙ったこれ今あの明るさに指定してるのでどこの明るさでも自分が狙って指定することができる一辺暗,暗いところにするね。でやるともう一度軌道マスクを表示をオフにすると0%から5%のところにだけ ここの段階フィルターを自分でで好ききにかけるるとができるのでまあシャドウだとちょっと浮いてきちゃうから分かりづらいんだけど例えば何だろう色相を変えるとかね暗いところだけ色をちょっと違う色にしたいんだよな例えばなんだろうな暗いところだけ緑にしてかっちょいい感じにしたいなとかねホワイトバランスまあ動作の雰囲気が違うから結構ニュアンスとしても変わってくるんだけど。 これぐらいすすると分かるんですねマスクこれぐらいの領域にしかももうちょっと柔らかい方がいいかふわりんぐらいだねまあこんなもんだねこれぐらいの明るさのとこに今ホワイトバランスをねじくって緑になるようにしました微妙,微妙だけどこ,この辺が緑くなったり反対側にマゼンダに転んだりするの見えてるっていうことができるようになってですねこれめっちゃ便利ね でここううういとうとをやろうとする時は別のレイヤーを作ってあだこうだってもうちょっとだけ手順が増えていくのでめんどくさいしこれね段階フィルターってメモリが続く限り重ね書きができるはずなので上限あるのかなまあ2つぐらい2つ3つしか書けたことないんでやっても例えばもう今シャドウをちょっとまあ分かりやすくシャドウを明るくしようかシャドウをひ,ひどかったね今ねどっちでもいいんだ黒レベルでもいいんだけど まあ分かりやすくねシャドウを明るくしつつ緑色にしましょう極端にやろう緑色にしましょうってやってもう一個同じようにこれカーソルを普通に写真の上にやれば同じように出るんで例えばこの分かりやすいように反対側によいしょ作るとするでしょでこれをオルト押しながらクリックするとこの補正値が全部0に戻るからよいしょ ってなるから、えー、じゃあシャドハイライトの部分に何かハイライトを例えばちょっと押さえて例えばね先に全体にかけて様子見てみるので色をマゼンタにしてやるとちょっとフィルムっぽくていいんじゃないのかなみたいな適当なこと言ってるよ。でやってまた同じように範囲マスクを輝度でかけて今度はじゃあ明るいところにだけかけよう。 雲のみねこれにしておけば建物には全然かからずに雲の明るさのところにだけかかるから非常に扱いがいいんですね。で軌道マスク表示をオフにすると今雲の部分だけもマスクを切ったかのように雲の部分にだけ効くほらで他の建物なんかの部分多分ねものすごく細かく見ていくと。 これ拡大する何かのツールの中で拡大するときはスペースを押すと手のマークが出てくるからねそのままクリックすると拡大ねこれ便利だよってやっていくとな,なんか他に似たような明るさ雲ほど明るいとか、まあ、この写真はないのかもしれないけどあこの辺厳密に見ていくと雲と同じぐらいの明るさのものがあって影響を受けている部分もあるのかもしれないここちょっとだけ影響を受けてるね屋根の部分も、まあ、あるんだけど、まあ、基本的には同じ明るさだから影響は受けちゃうんだけど 普通にざっくり画面全体というか段階フィルター使わずにハイライトを落とすよりもより効果的に使うことができるし色も同時に扱うこともできるし人によっては雲だけテクスチャー感なしでふわふわにしたいっていう人もいるかもしれないねもしくはギシギシにしたいっていう人もいるかもしれないねっていうのがあの木戸ともうカラーでもできるらしいねこれカラーでもできるっていうのが出てきてですねこれは 大したもんだなぁと思ってね色セレクターの場合はカラーセレクターの場合はカラーで今青色を指定してみましたハイライト描いてるしねで青色をじゃあ濃くするのにまあ一番パッと思いつくのはサイド上げだよねうわぁ分かりやすいねでもこれサイド上げても下げても下の建物影響ないもんね ことは選択がうまくいってるし、えー、これを適用量を上げ下げしてみるとグラデーションの部分にもまあまあまあ,きあ結構きれいにかかるね雲は。ということでできるんですねじわじわライトローブがフォトショップに近づいているなというのが <laughs> 分かって、ね、これもすごく面白い機能だったんでぜひ皆さん使ってみてくださいねこの辺の作る例えば猫でな重たい猫でこれちょっと待って初期状態に戻そうか。 猫で2対3にしてなんだろうね猫のもうちょっと明るい方がいいねとりあえず。猫の茶色い毛の部分だけもう一度段階フィルターやって画面全体にかけて初期状態に戻して茶色い部分だけ明るくとかするとどうなのかな。 茶色い部分だけ明るく明日行き過ぎたちょっと待ってね。カラーでスポイトで茶色い部分をどっちがいいかなこっちでいってみようか。を取ってみるとこれね Adobe の製品よくあるんだけどスライダーで明るさとかを決めれるときに a ルトキーを押しながら。 スライダークリックするとねそこの範囲の指定されているのがどんなもんか見せてくれる機能がちょいちょいあるのよ全てじゃないんだけどちょいちょいできるやつもあって今それを使ってやってみたらできてるねで見てみると顔の茶色いところにおおむね効いてますで茶色いとこだけ指定できたんで茶色いとこだけ明るくうわー不自然 <laughs> とか茶色いところだけ色濃くとか これの方がまだいいうわ、不自然まあうまく使ってくださいね、この辺はね。皆さん使い方がそれぞれあると思うんで。うん、ということができると思うんで。これはいいね。面白いね。茶色いところだけより赤く。うわ、ヤンキーだ、ヤンキー。めっちゃヤンキー。<laughs> なんかドラえもん感が出てきた。<laughs> 色相をいじくってみてもわああ間違ってるね完全になんかソラリゼーション風というかもう一度範囲を範囲広くするとまあそうだね顔の方までかぶるねっていうような何でございましてまあねあんまり細かいことやろうと思うんだったらフォトショーに持ってっちゃった方が早いんだけど範囲指定したりするの楽は楽だから もうねねこれで、ね、風景なんか撮ってる人特にだいぶいろいろシャドウとハイライトをセパレートしていじくりたい人なんかには非常にいいと思うんで、えー、そんな機能のご紹介でございました段階フィルターの中の範囲マスクの軌道軌道メインだろうねおそらくね段階,マスクの段階フィルターの中の範囲マスクが便利だよっていうお話でございましたまたお会いしましょう